皆さんこんにちは、コウのホビーチャンネルへようこそ。先日はね、急な生配信だったにもかかわらず、たくさんの方に集まっていただき本当にありがとうございました。ちょっとね、コウのミスでアーカイブが消えてしまったんですが、ガチャの回復に関しましては動画の方編集なんとかできましたので、そちらの方もよければご覧になってみてください。というわけで今回は見るからに高クオリティそうなガチャガチャ3つ回してきました。写真とのね違いがどんな感じかも確認してみたいので、ぜひね一緒に見ていきましょう。まず最初に紹介するのはこちら、ホンディーズミニチュアコレクションですね。世界各国でね運営されているメガネの専門店ということで、今回はメガネとサングラスのラインナップになっております。それでは早速中確認していきましょう。はい、というわけでまずはラインナップの方を確認していきましょう。 J ドリームさんから発売のホンディーズミニチュアコレクション全5種ということで、多分ねこれ左2つと右側がメガネなんだよね。で真ん中2つがサングラスになっていて、まあこれから夏の時期なんでサングラスがいいかなと思って回してみました。でここもね可動が入っているということなので、実際どんな感じなのかね見ていきたいと思います。それではまず何が入っていたか確認していきましょう。それでは今回何が入ってたかというと、せーの、はい、というわけでカプセルカラー通り赤い袋に入ったこれはメガネかな、確か。早速ね中も確認していきたいと思います。はい、というわけで中を開けるとこのようなメガネが入っていました。そしてケースの方とメガネ拭きなのかな、クロスみたいなものが入っておりました。かなりリアルな作りになっていて、こう画面越しに見ても本当にリアルなメガネに見えますし、これはよくできてますね。ただね実際持つとすごく軽いですし、ここがねちゃんと締まりきらないんですよ。ここはちょっと残念かな、これ組み合わせが悪いのかな。で開くこともできるんですが、ちょっと怖いかなって感じ。でもこう開いた状態での造形はかなりいいですよね。そしてクロスの方はこのようになっていてね、これが入ってるだけでちょっとやっぱり芸が細かくてすごくリアルに感じると思います。今一度メガネの方を前側横側背面と見ていくとこんな感じになっていて、なんかさちょっとレンズの感じとかもリアルなんだよな。ちょっとレンズっぽくなってるように見えません？こうの手の爪のところの見え方わかるかな、こんな感じ、なんかレンズっぽいんだよね。ちなみにこうが実際に使っているメガネと比較するとこんな感じのサイズ感ですね。これはこうが実際に使っているメガネなんですけれども、何分の1だろうね、片方のレンズに収まっちゃうぐらいの大きさだね。結構フィギュアにつけられるサイズなのかなと思いきや、それよりはちょっと大きい感じですね。12分の1のフィギュアに比べてもこんな感じで、ちょっとこれは6分の1とかそのぐらいなのかな、見た感じそのぐらいのサイズ感はありそうですね。実際のメガネと比べるとこんな感じの大きさになります。近くで見るとこんな感じになっていて、ここのねフレームつないでるところとか下がねフレームレスになってるところ、なかなかこれおしゃれな感じでいいですね。デザイン性はすごくいいですね。こうにはちょっとこのタイプは似合わないかなって感じがするんですけれども、こちらのねメガネもちょっとねかっこよく飾っていきたいなと思います。そして中にメガネを収納するとこんな感じで、ちょうどやっぱりぴったりなサイズなんですよね。このままぶら下げることもできますが、落としてしまう可能性があるので、あまりこのまま持ち歩くのはね、おすすめできないかもしれませんね。ちょっとね、夏らしくサングラスを狙ってみたんですが、メガネが今回は当たりました。ただメガネ自体もね、本当に出来が良くて、これはなかなかよくできてると思います。
ただ飾り方がねちょっと難しいかな。サイズがそこそこあるんでね、どうやって飾ろうか考えていきたいと思います。というわけでオンディーズのミニチュアコレクションからはこちらのメガネが当たりました。続いて紹介するのはこちら、クレヨンしんちゃんとサンリオのコラボフィギュアですね。これは先日公開したバンダイさんの7月発売の予定動画の中でも触れましたが、めちゃくちゃ出来が良さそうで気になっていました。はい、というわけで何が出たか確認していきましょう。はい、というわけでラインナップ全9種ということなんですが、相変わらずの文字表現なのでちょっと画像の方を入れていきたいと思います。こうはやっぱりね、ワニヤマさんとねポムポムプリンのやつとかね、すごく可愛くて欲しかったんですよね。あとはシナモロールのフィギュアがね、すごくしんちゃんとひまわりのやつですね、あれが可愛かったので、その辺が出ればいいかなと思って、あとはブリブリザイモンか、あれも良かったですね。はい、というわけで今回何が出たのか確認していきましょう。それではいきますよ、せーの、はい、お、何、あー、来た、いいね。はい、というわけでクレヨンしんちゃんとひまわりとシナモロールのコラボ品が当たりました。それでは確認していきましょう。はい、というわけで近くで見るとこんな感じになっていて、正面と横側、背面にはちゃんと尻尾も再現されてるんだね。ひまわり超可愛いんだけど。そして反対側、はい、耳の感じはね完全にシナモロールになっていますね。ただやっぱりこう置いて可愛いよね。でより近くで見るとこんな感じになっております。やっぱりねバンダイさんはこうアニメキャラクターのね作りがすごくいいですから、やっぱりこう立体物にするのがうまいですよね。洋服とかポージングなんかもかなり完璧にできているので、これは見た感じいいですよね。ひまわりの指までちゃんと再現されてますからね、これは細かい。はい、というわけでこちらがクレヨンしんちゃんとねサンリオのコラボフィギュアでした。続いて紹介するのはこちら、ルームズスリッパコレクションですかね。はい、こちらの方気になったので回してきました。要はスリッパなんですけど、かなり品質のね高いいいスリッパなんですよね。しかも今回もね前回のコンバースみたいに箱に入ってるのが嬉しいですね。というわけで早速開けていきたいと思います。はい、というわけでルームズ、ミニチュアスリッパスリッパーズかな、はい、ダークブラウンとアイボリー、そしてネイビーとキャメルとレッドで、こんな感じの箱がねついてくるような形ですね。シールは別途自分で貼るようですね。で今回はこれ色の違いだけなんで、本当どれが当たっても問題ないんですけれどもね、まあ、今日紹介してるのは本当ねどれが当たっても嬉しいやつなんですけれども、はい、今回はねそうだな、ダークブラウン系かアイボリーがいいなと思って回してみました。ただカプセルカラーは赤かったんだよね。なんかこう赤とかピンクとか多いんだよな。はい、というわけでこちらの箱からね確認していきたいと思います。はい、というわけで袋から取り出すとこんな感じのすごく品質のいいおしゃれなね箱に入っていて、正面から見るとこんな感じで、横側と背面ですね。でシールはここになんか黒くなってたので、そこに貼るのかなと思って貼ってみました。そして中身はというと、せーの、はい、っていうわけでやっぱ赤かい。はい、こんな感じの赤いスリッパが入っておりました。でも品質的にはかなりいい感じだね。柔らかいのかな、あ、軟質パーツだね。はい、こんな感じのスリッパが入っていました。中はねこのような中敷きになっていて、何やら文字が書いてあるのと、これなんか紐なのかね。で背面はこのようになっていて、あ、すごいね、背面の作りもすごくいいじゃん。そして中身の比較はこんな感じになっていて、割とスケール的に近いような形ですね。コンバースの方が一回りぐらいやっぱり箱と同じようにね
大きいような形ではありますが、おそらくスリッパでこれ M サイズって書いてあったので、それを考えるとほぼスケール的には同じなんじゃないかなと思います。ちなみに以前紹介したブーツと比較するとこうで、ブーツよりはかなり長さがあるのが分かりますね。だから紳士用の M サイズっていうことなのかもしれませんね。スリッパ本体の仕上がりとしては、画面越しに見て分かる通りかなりいい感じの出来になっていますね。これはすごくいいな。これ靴とかのねシリーズ結構好きなので、これも飾っておこう。なんか靴コーナーとか作りたいよね。ここまで来るとね、いろんな靴が出ましたからね、並べて飾ると可愛いかもしれませんね。はい、というわけでこちらのルームズスリッパーズからはこちらのレッドが当たりました。はい、というわけで今回はクオリティに特化したガチャガチャ3つ回してきましたが、いかがだったでしょうか。どれもね作りはすごく良くて、かっこいい形のデザインだったり、すごく可愛らしくできてたりで、本当に出来がいいのが分かりますよね。サイズ的にはスケールがちょっとバラバラだったりはするんですが、これはこれでねカテゴリーごとに並べて飾るとすごく可愛く飾れそうなので、なんかねどうしようかなと思ってるんだけど、靴箱じゃないんだけどこう並べられる棚みたいなのをちょっと作ってみようかなと思ったりもしています。はい、というわけでこの動画が良ければぜひグッドボタン、高評価の方とチャンネル登録がお済みでない方はぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。過去のレビュー動画につきましては概要欄の方に再生リストの方を貼っておきますので、ぜひそちらからご覧になってみてください。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。